金沢大見町郵便局究極者金沢大見町郵便局究極者金沢大見町郵便局が入居していた日本郵政グループ金沢ビル金沢大見町郵便局は石川県金沢市尾張町一丁目にある郵便局である民営化前の分類では無収配特定郵便局であったかつては日本郵政グループ金沢ビル 北陸郵政局庁舎1階に設置されていた。入居していた建物は2007年10月1日の民営化後、郵便局株式会社が、日本郵政グループ、金沢ビルとして所有、当局の他日本郵便株式会社北陸支社、郵貯銀行北陸エリア本部、石川地域センター、かんぽ生命保険金沢支店が入居していた。なお、 ゆうちょ銀行金沢支店窓口は、金沢中央郵便局に併設されている。2014年、入居していた建物の老朽化に伴って、日本郵便株式会社北陸支社、ゆうちょ銀行北陸エリア本部、石川地域センター、カンポ生命保険金沢支店が、金沢上帝町ビルに移転。当局は、旧日本郵政グループ、金沢ビルの敷地内に新築移転し、 同ビルは閉鎖、解体され、駐車場となっていた。その後2019年12月、2023年開業を目指して、ホテル開発が行われることが決まったため、2020年4月に、同地の局舎も閉鎖され、東に200メートルほどの金沢市尾張町1-2の24の仮局舎に移転している。ありがとうございます。